はい、どうも皆さん、こんにちは。ピオチキチャンネル、ウープ主のピオタです。さあ、今回も、レミリアジリ、追憶のペース、やっていこうと思います。まあ、今回もですね、言葉の想起で3回くらいね、言葉を覚えさせた後に、まあ、普通に会話をするという流れとね、なっております。まあ、何を覚えさせるかはね、今現在の僕も分かってないです。なんという無計画さ。まあ適当に覚えさせましょう。どうだろう。YouTube でいいか。YouTube。これでどうでしょう。あとね、YouTube チャンネル登録者300人突破。ありがとうございます。これからもね、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。YouTube。YouTuber って職業ですよね、一応。YouTube。実在するものだからな。YouTube。YouTube。スペカでいっか。ね、スペカ。YouTube。確かに記憶の中にそんな言葉がある気がするわ。よしよし、思い出すみたい。助かるわ。絶対、レミリアさんの記憶の中にはないような気がする。YouTube。ね、だってそもそも幻想郷ってパソコンあるの？ないと思いますけど。ねえ、ないなら無理っていうことですよね、普通に考えて。まあでも思い出せたとかいうねことをねおっしゃってるならほっときましょう。まあそれが一番ね、本人にも幸せなことでしょう。はい、ということで OK。 まああと何にしようかねえ、もう、適当すぎてね、何も思い浮かばないけど。まあ、刀でいっか。刀。いやー、刀です。刀はね、よくね、古戦場とか、そういうゲームをやってるとね、そこら辺に生えてるので、刀は植物ですね。はい、そういえば、そんな言葉を覚えていたような気もするわ。あなたはどちらかというと槍でしょう。グングニールって槍じゃない？まあ、ね、神話の世界で使っているオーディンだったら神装ですからね。そう、槍ですからね。まあ、おそらく槍だと思いますけどね、レミリアさんのあれも。刀は使わないでしょ、あなた。まあ、いっか。ね、そんな言葉を覚えているって言ってんですから。まあ、どっかの庭師とね、まあ、戦ったんでしょう。刀ってことは。よし、まあ、思い出したなら OK でしょう。ねえ、前回はちょっと悲しいというかね、もうほんとごめんということになっちゃいましたからね。まあ、簡単に言うと、メイリンの名前をね、初手の段階で、ネムネムチャイナというね、もう何なんだろうっていう感じの名前に変えた挙句、ね、メイリンのテーマ曲、まあ、レミリアさんで言えば亡き王女のためのセプテットみたいな感じのもんなんですけれども、それをね、メイリンのやつは森のクマさんに変えちゃいましたからね。もうなんだかなっていう。もう東方要素完全にゼロっていう。もう唯一武術の達人で妖怪という設定しか残ってないメイリンが誕生しましたからね。じゃあ次は星でいっか。星ね、星。星。これで、こっちの星登録できんのかな？できそうだね。なんかね、目の前にね、ラキスタというね、やつがあったんで星を打ちました。星はどうしようか。星ってなんだよ。これでいっか。衣服でいいよね。星。確かにそんな記憶、違う、言葉の中にね、記憶の中にそんな言葉がある気がすると。いや、これを発音することはなかなかないと思うぞ。うん、思い出してきた。ありがとうね。なんか、どっかのアイドル以外ね、こんな言葉使わないぞ。なんかね、これからもよろしくねみたいな感じのね、なんか、最後にちっちゃいつと星がつくみたいな、そんな感じの語尾使う人以外、そんな星なんて使わないけどな。まさか、レミリアさんが自分の星をみたいな感じで言うときに、この星にしてたとか？まあ、知らないか。そんな考察したところでね。とりあえず会話していきましょう。この間、この前ラジオに行ったら、
迷い人捜索中のビラが配られていたわ。あなたのことじゃないでしょうね。どうも近くに住んでいる人のおじいさんが行方不明になっちゃったみたいでね。人のっていう必要はあります。近くに住んでるおじさんでいいんじゃね。まな板にほくろがあって乾電池が長い時計のおじいさんを見かけたら連絡くださいって書いてあったわ。まな板にほくろがあるのはただ単にそれは焦げたんだよ。乾電池が長い時計っていうのはなんだろうね。それあれじゃない？携帯ラジオじゃないの？時計機能付きの携帯ラジオじゃないの？それだとね、乾電池がまあ長いっていうか電池入れる部分が長い時計っぽいのが出来上がりますよね。もう何のやつにもならないよね。全く心当たりもないし見たこともないから私としては何もできなかったけど、まあまな板はねとりあえず体の一部にしましたもんね。レミリアさんのねぶら下げているまな板を想像して、はい、ごめんなさい。とりあえずね、その辺の妖怪に食べられたんじゃ夢見が悪いからね。まあこの世界だったらねありえますよね。のそのそ歩いてたらね、どっかのね、そうなのかつっている人食いの妖怪が食べちゃう可能性もありますからね。だるまとかラムネに、周りにも知らせるように言っておいたわ。なんかいいね。なんか適当に登録しといたけど、なんかだるまとラムネだったらすげえ人物感あるわ。だるまってきたらラムネも人物っぽく聞こえるもん。ラムネが食べられたとか言われたらね、歌詞ってなるけど、なんかだるまとラムネだったらすごい人物感出る。そしたら数日後に、無事瓶で見つかったらしくてね、閉じ込められてんじゃねえか。なんでも寝ぼけて、投棄しながら消しゴムに乗って瓶まで移動してたみたい。すごい日本語だよね。投棄しながらっていうのは投棄、まあなんか寝ぼけながらもすごいやる気を持って消しゴムに乗って瓶まで移動するとかいう、なんか自ら封印しに消しゴムに乗ったみたいな。ねえ、消しゴムが乗り物という設定を覚えていないレベルまで昔に設定したから忘れてるぞ。完全に目覚めてからパニックになって近くのブックオフで、保護されていたらしいけど、ねえ、オフで保護されていたのか。本屋さんだぞ。身元の確認に時間がかかったみたい。ねえ、そっか。まあブックオフで何をやらされてたんだか。何？古本の整理でもやらされてた。消しゴム事故を起こさなかったのが幸いね。なんだよ消しゴム事故って。何？落とした消しゴムを拾おうとして、なんか私が拾うわ、いや僕がみたいな感じでこう手を伸ばしたら、あっみたいなね。そんなラブコメ展開のものですか消しゴム事故って。ねえ、そんなものがあったらね、横からロケットランチャーをぶち込んで爆発させたいぐらいですね。はい。まあ無事に見つかってよかったわ。そうですね。もうなんかこの世の果てとはね、言えないところまで行ってましたけどね、瓶で見つかるっていう。あ、そういえば雨が新メニューの紙コップを出すって言ってたのを思い出したわ。ねえ、雨はって店かな確か。で、新メニューの紙コップ、食べ物ですね。もうなんか雨と紙コップだったらね、それただのね雨水入り紙コップになるから気をつけてね、本当にもう思い出したら食べたくなってきちゃった。そうですか、あなたの大好物はメイドじゃなかったっけ。雨は通常の営業とは別に料理も振る舞ってるのよ。すごいね、通常の営業ってなんだよ。梅雨か。いわゆる全てが裏メニューってやつね。つまり裏を返せば全てが表メニューってことだよね。何も隠されてないってことでしょ。つまりあそこのメイドは絶品でね。ねえ、メイドさんをいただくっていう風な表現をするとすげえやらしい表現になるからあえて言わないけど、けどもまあこっちのねメイドさんをいただくはね、レミリアさんの方はがっつり骨までしゃぶる方だからね。通りかかるたびについつい食べに行ってしまうわ。そっか、レミリアさんが来るたびに店の中の従業員が減ってくんだろうね。そんな雨が作る新メニューの紙コップ、一体どんな味がするのかしら。そうですよね、僕はね紙コップは食べ物じゃないと思うんだよ。普通紙コップの中に入ってる液体とかに興味があると思うんだよ。情報通のラムネによればマットをじっくり煮込んで取った出汁が使われているそうよ。それただの汚いやつじゃん。ね、雨水に多分ねマットを普通に、ね、外に置いといたら水浸しになっちゃったと、雨で。でそれをね、汚れを浮かすためにじっくり煮込んで取った出汁が使われているというね、ただのね汚い泥水みたいな。
かなりコク深く他にはない紙コップになりそうだわ。そっか、もう起きたらね。まあとりあえず一回精神科行こう。自分が設定してなんだけど、もうなんかここまでになるとビビるわ。雨が、裏食堂に切り替わるのはちょうど日付が変わったあたりよ。へえ、食堂ってそっちじゃなくね。多分道じゃないよね。あのお堂の堂だよね。回転凸の準備をしておかないと。回転凸って言うなよ。凸言うな。何唐突になんかネットの知識みたいのを出してきてんの。まあとりあえずね、今回はここまでといたしましょうか。まあレミリアさんがね、うん、毎度毎度狂ってますけど、今回はねレミリアさん以外の人が狂いましたね。消しゴムに乗ったまま瓶まで行っちゃうっていうね、凄まじいことをやりましたし、雨っていう店がね、新作のね、煮込んだマットの出汁の入った紙コップ作ったそうですね。ぜひ皆さんやってみたらどうですか。健康被害を訴えられても僕はね一切の責任を負いません。ということで今回はねここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。